おーこれそのまんまじゃないですか。データもそのままかなやっと。あれ、初期化するって書いてあったんですけど、初期化されてないのかなやっとやっと。はい、えー、皆さん、こんにちは。もんけんです。えー、今日はですね、えー、Google の Nexus7 が保証、修理に出してたんですけど、<面>修理に出して10日ぐらいかな。 で、えっ、ー、と、ファックス送信して、一週間もしないぐらいかな。で、帰ってきました。で、あの、つまりね、二回落としたのかな一回目は落として、ここがパックリいって、で、この辺ですよね。パックリいってて、あ、まずいなと思ってて。で、二回目は画面が割れて、こんな感じでね、パックリにひびが入っちゃったんですよ。で、それを修理に出して、えー、今日帰ってきました。えー、これかな ?0800 のこの番号。 これで電話しました。で、えー、っと、東京の高徳になるのかな名前、署名書いて、ここに有償か、えー、修理の同意をしない比較的、どうなのかなちょっと待ち時間長かったですけど、まああの、ちゃんと対応はね、してくれたようで、これからね、あの、電源つけたいと思います。はい。はい。では、今からね、電源つけたいと思います。やっぱ美しいですね。で、保証から帰ってきたらね、やっぱこう、ペリペリね、シールが貼ってあるようですね。 じゃあ、これをね、えー、電源をね、つけていきます。つくかなお、ついた。これがね、画面が割れてて、タッチパネルが反応しなかったんですよ。割れ、当たり前なんですけどね、割れたんでね。ね、12000円に、えーと、あれかな消費税になるのかなおー、これそのまんまじゃないですか。データもそのままかなやっと。 あれ、初期化するって書いてあったんですけど、初期化されてないのかなよっとやったやった。一応ね、バックアップとして、パソコンにね、パソコンにデータをね、一応移しておいたんですよ。えー、Mac で、ここね、n e x s 7のデータとして、バーっとね、えー、こっちにね、えー、残しておいて、これを使ったんですよね。えー、と、Android Transfer っていうのがあって、これですね。 Android ファイルトランスファーっていうのを USB 接続して、えっと、ファイルをね、え n d r o i d のやつを Mac に移動させることができるんで、それを使用してね、ここにやったんですけど、今、のデータは傷んでなかったからかな。画面だけだったから、いけたのかも、行けてるのかもしれないですね。はい、じゃあこれからね、ちょっと開いてみようかな。じゃあ、えっと、私ドラクエをね、普段やってるんで、そうだそうだ、一番気になってたの、このドラクエ8のデータと、 えー、ドラクエモンスターズスーパーライトのデータがね、飛んだことなの。飛ぶんかなと思って。でも確かにあの、ケース、画面が割れてたのと、ソケット後ろの、まあ、とりあえずは、箱ですとね、周りだけ傷んでたんで、中のデータは傷んでないと思うんでね。うるさっ <laughs> まあまあいいや。行 <laughs> け、いけるかなこれやったら嬉しいな。 通信に失敗しましまた <laughs> ネット繋いでないですね <laughs> はいじゃあまああとでね確認したいと思いますじゃあ、えー、とネット関係ないドラクエイト見ようかなやったやったこれやったらすごい嬉しいですね一応データ取って,っておいたんですけどちょっとねドラクエイトのデータは手元に置けるんですけどモンスターズスーパーライトのデータはここにないんですよねこう IP 管理かなんかされてるみたいで なんか一応できないっていうふうにはまあ複製も含めてねできないって聞いてたんでちょっとねもう仕方ないかなーとは思ってたんですけどなんとかいけるかも,かもしれないですねそっかそっか画面割れただけだとまあ中のデータは傷んでないんでねそれでいけるのかいやそれだったらもう不幸中の栽培ってやつですね音最大じゃないですかこれね <laughs> さあ来い データそのまま集団の書冒険をする頼むやったいけてますねこれであとモンスターズスーパーライトがいけたらもう完璧ですねということでネクサス7だけにね興味がある方もえっ、ー、と画面が傷ついてよっぽどひどくなかったらデータは飛ばないのかな一応取っておいた方がいいんですけどパソコンにね Windows 経由でもねあの、しっかりとそういったファイルありますんで、ソフトをね、無料ダウンロードしてやるといいと思います。はい、じゃあ、えっ、ー、と、不幸中の幸いだった NEXUS7 の修理、1 2600円かかったという報告でした。えー、無事ね、えー、中身もそんなに、えー、そんなにというか、全くと言っていいほど変わってないかな。一応、この後、あのー、ネットに接続してね、使えるかどうかやっていきたいと思います。はい、じゃあ、ご視聴ありがとうございました。失礼します。